お財布の話、お財布の話、レザークラフトをね趣味として始めてまして、でいろんなものを作ってるんですけども、ハードルが高いのがねお財布なんですよね。お財布はねハードルが結構高いんですよ。実用的に使うものだし、普段持ち歩くものだし、失敗するとお金がこぼれたりとかねしますし、あとある程度の耐久性もポケットとか入れるから耐久性求められるし、何よりもですね、この複数の技術が絶対に必要になるわけね。どんなに簡単シンプルなお財布を作ろうとしても数種類の特殊な技術が必要になるわけ。特に見た目がきれいに作ろうとすると高度なね、テクニックが必要になって、まあそれができるかなみたいな検証も含めてとりあえず作ってみようかなと思うんですけども、失敗してもいいからね。技術を実証する、技術実証機ですよね。はい。それでね、まあ作るにしてもなんかこうどういう技術が必要なのか、ネットでねこう財布の革財布の画像を見て、それで想像するのもいいんだけど、やっぱ深いところは実際手に取ってみないと、その弾力とかね、どういう構造になってるのか、どこまで簡略化できるのか、それ分からないから、自分の持ってる財布をね、既製品の買った革財布ですよ、これをね見て、勉強するというか、あこれはこうなってるんだねとかね、あここは別に私はいらない機能だから省いてもいいかなとかね、大きさはここまで小さくできるとか、これ以上は小さくならないとか、これ以上小さくならないっていうより、カード免許証のサイズよりは小さくならないっていうね意味とか、あるいは長財布なのか二つ折りがいいのか、どちらが簡単なのかとかね、まあ、そういうことをいろいろと見てるんですけども、私が昔買ったね、5万円ぐらいのブランドもののいい財布があるんですね。確かね5万円ぐらいだと思いますけどね、もしかしたら3万円ぐらいかもしれないけど、まあとにかくそのあたりのね高いやつ、財布としてはもう本当に高いやつね、それをね買ったんですね。一回ブランドのねいい財布ねっていうのはどのぐらいいいんだ違うんだと思って、それまではね高くても1万円ぐらいの財布ですね、だけどその時は、まあ、どうせ買えるんだったら一回ぐらいねブランドのいいやつ買って、使い勝手がいいとか耐久性がすごいいいとかね、そういうの見ておきたいなと思って、で例えばね何年使っても全く壊れないとか、そういうんであれば別に高くたって買う価値はありますよね、結果的に安くなるから何年も使えばね。で安い財布ってのは結構壊れるんですよね、1年ぐらい使ってると。だからまあ高いの一回買って、でブランドもね結構有名なブランドで、さすがにね作りがしっかりしていて気に入って使ってたんですね。今はもうそれはね使ってないですね、まあ、壊れちゃいないけどもちょっとこう皮がね傷ついてきて、まあ味が出ていいんだけども、まあ、こればっかりっていうのもあれかなと思って別の財布買ったりとかしてね使って、これはもう予備財布ですね、例えば財布が壊れた時に何も財布がないと、財布を買いに行く財布がない状態になった時にこのブランドの財布を出してで買いに行くみたいなね、そういう財布を買いに行く財布として、最後の財布として、まあ保管してたんですね。それでまあもう中古ではこれは売れないレベルですね、中古では売れないレベルにこう傷んじゃってるんだけど、でも別にどっか破れてないし機能としてね全然使えますんでね、はい。
でこのね高い革財布を見て勉強するんですけども、やっぱりねいいんですよ。あの縫製がしっかりしてるというか、でねあの革財布っていうのは2枚の革を貼り合わせて縫ってきますよね。2枚以上と言ったらいいのかな、2枚以上の革を貼り合わせて、縫ってきますよね。で貼り合わせるのは貼り合わせるんだけども、縫うんだけども、その端っこ、へりの部分ね、へりの部分っていうのは2枚の革の側面、断面というかね、それが見えちゃうことになりますね、必然的に。でその断面がちょっと汚いんですよね、革の断面っていうのは。だからその、まあある磨き処理をしてですね、断面をこう削って滑らかにするとか、そういうことも考えられるんだけども、それはヌメ革って言ってね、そういう系統の革なんで、これはね違う処理の革なの、ヌメ革じゃないのね。薬品処理をしてあって経年劣化が少ないような、つまりいつまで使っても革の表情が変わらないような、そういう処理がしてあるので、これ耐久性とかね、味は出ないんだけど耐久性が高いみたいな、そういう処理の革なんで、ヌメ革のように角を削ってね、処理することはちょっと難しいんですね。じゃあどういう処理してるのかっていうと、減り返しっていう処理してますね。減り返しっていうのはこう革を2枚重ね合わせるときに、一方の革をちょっと大きめに縫うんですね。で余った革を、折って、それで折り目をですね、折り目の山の部分を外側にして、縫ってしまうと。そうすると断面に当たる部分が折り目なので、結局そこも革の表面だからね、綺麗になると。つまり2枚折り、断面を、2枚の革の断面が貼り合わせてる部分が隠されるというね、そういう効果があって、減り返しっていう、技法があって、この減り返しのね技法が高いというか、もうほんと2ミリぐらいでね縫ってあるんで、この革の断面のキワキワのところを縫ってるわけね。これね難しいんですよね。私もやってますから分かりますけども、5ミリぐらいのね幅を取って縫うのは簡単だけど、2ミリですからね、もう2ミリの幅で縫ってあるんで、これね穴開けるのも大変だし、縫う技術もあるし、すごいなと思ってですね。それからもう一つ高い技術で言えば、革のね縫った減り返しのね、最後の部分、要するにコーナーの部分ね、四角形だからコーナーの部分ってありますよね、コーナーの部分、これね減り返して縫うとですね、コーナーの部分に革がダブついちゃうわけ。コーナーの両側からね90度でどん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 減り返しで、革を縫うので、最後のところが余ってしまうわけですね。これは折り紙とかでも一緒、折り紙の角っこを1センチだけ折ってね、小物入れ、トレイみたいなの作ろうとすると、角っこの部分に二重になりますよね、紙が。これ革も一緒で、革の部分が角、コーナーの部分が二重になってダブついちゃうと。じゃあどうするかって言ったら、ここをね菊寄せって言ったかな、菊寄せ、菊寄せっていう技術で、こうギャザーみたいなの作ってるからね、こうドレープというかギャザーみたいなの作ってって、でアコーディオンみたいになって、それで、そこを縫っちゃうっていう、そういうね菊寄せっていう技術が使われていて、このね出来もねいいんですよ、美しい。菊寄せの中でもいろんなねタイプがあると思うんだけど、これはね一方向に、菊寄せをこうひだをね、時計と反対かな、時計と反対回りぐらいにひだをね作ってるので、全部時計と反対方向にひだを
揃えて作ってるので、これ意図的やってますよね。うちのブランドのこの財布は菊寄せを左側に向けてるんですよみたいな、偶然になったわけじゃないですよみたいな感じね。職人が技術力高いんで全部同じ菊寄せにできるんですよみたいな、そういう、まあ証明でしょうね。これね、私気づかなかったですね今まで。やっぱね、自分でレザークラフトやって自分で財布を作ろうとしてるから気づくことであって、これ買った当初も使ってる時もこのブランドの財布、高い財布がねすごい技術力が高いっていうのは気づかなかったですね。確かに見た目がいいし使いやすい、手に馴染むというかね、よく考えられてるし、お札を出すとき、カードを出すときもスッスッと出せるし、どこも壊れないっていうね、うん、まあ、そういう使いやすさはね認めるところなんだけど、この目で見て技術力が高いっていうのはやっぱね、これは自分でレザークラフトを作ってないとわからないことですよね。